ひろとし、なんでござるか、朝日氏。はい、これ。これは。ほら、ひろとし、ミクタンフィギュアの洋服のデザインがいまいちだって言ってたでしょ。だから僕作ってみたんだ。気に入ってもらえるといいんだけど。めちゃくちゃ気に入りましたぞ、朝日氏。すごいクオリティでござる。うわぁ、拙者感激、感謝感激、雨あられでござる。そこまで喜んでもらえて嬉しいよ。朝日氏、この恩は必ず返すでござるからな。別に返してもらわなくていいって。僕がしたくてしただけだから。親友のひろとしの喜ぶ顔が見たくてさ。朝日氏、拙者、拙者、朝日氏のためなら死んでもいいでござる。な、何を言ってるんだよ、ひろとし。ただいまでござる。おお、兄じゃ、帰ってきてたんですな。見てくだされ、拙者の親友の朝日氏がミクタンフィギュアの洋服を作ってくださったんでござるよ。はそうか、よかったね。あ、兄じゃ、どうしたんでござるか。元気がないように見えますが、何かあったんでござるか。お、いや。話してみてくだされ、兄弟なんですから。拙者はヒロと自他ともに認めるオタクでござる。兄者もオタクという喫水のオタク一家の我が家。兄者も朝日氏の芸術作品を見て喜ぶと思っていたんでござるが、どうやら何か悩みがあるみたいですな。こんなことを弟に話すことじゃないかもだけどさ、妻とのことで悩んでて。あのさ、そろそろしたいんだけど、ダメかな。はあ、したい？何言ってるの。だからあの、そろそろ子供が欲しいと思ってて、それに夫婦なのに全くスキンシップを取らないっていうのも。今日は疲れてるから無理。いつもじゃないか、一回もしたことないよ僕たち。こんなの夫婦っていうの。夫婦にもいろんな形があるでしょ。私たちは私たちのペースでいいの。とりあえず今日は疲れてるから無理。気が向いたらしてあげるから、それまで待ってて。あ、うん。ってことがあってさ、僕一回も妻とそういうことをしてないんだよね。どうすればいいんだろう。なるほどですな。ぐねねねね、一番難しい悩みでした。拙者彼女いない歴イコール年齢ですから、こういう時になんて言ったらいいか。ん？あ、いや、ちょっと待てよ、そんなことはない。兄じゃ。なんだい、ヒロト。押してダメなら引いてみろでござるよ。え？兄者がしたいって言わなくなったらどうしたんだろうと思って、きっと向こうから言ってくるはずでござる。なるほど、そういうことか。確かにいつも僕からだった。試してみるよ、ヒロト。ありがとうね。いやいや、お礼には及びませぬ。大したことはしてないですから。いや、よかった。拙者三次元での恋愛経験は乏しいですが、二次元の恋愛経験は豊富ですからな。この前やった恋愛ゲームときめきメモリアルでも押してダメな時があったでござる。その時の経験があってよかった。兄じゃ、うまくいくといいですな。その数日後、今日はうちに朝日氏が遊びに来てくれている。この前もらったミクタンフィギュアの洋服をミクタンに着せてるところを見てほしいと思って、拙者が呼んだんでござる。じゃじゃーん、どうでござるか。おお、よかった、ぴったり。でももう少しここをこうした方がよかったかも。拙者はこれで完璧だと思いますが、さすが朝日氏、理想が高いでござるな。こだわりすぎちゃうんだよね。ヒロト。あ、兄じゃ。お兄さん、お邪魔してます。あ、朝日くん、久しぶり。そうだヒロト、聞いてよ。ヒロトのおかげで進展があったんだ。おお、できたでござるか。何の話？兄者、朝日氏に話してもいいでござるか。あ、うん、ちょっと恥ずかしいけど。実は。なるほど。できはしなかったんだけど、ほらこれ見て。これは下着？うん、今朝ね。
あれからそういう話題を出さないようにしてるけど、本当にこれで向こうから行ってきてくれるのかな、不安になってきた。マサトさん。何？リョウカさん。これあなたにプレゼント。え、下着？ええ、あなたに履いてほしいの。これを履いてもらってできたらいいなって思って。ありがとう、嬉しいよ。今夜いい？もちろんだよ、必ず履くね。うん、楽しみにしてるわ。ってことがあったんだよ。すごいでござる。ついにでござるな。うう、これも全部ヒロトのおかげだよ。今までずっと拒んでた奥さんが急に下着を渡してきて誘ってきたのか。どうしたんでござるか、朝日氏。あ、いや、ちょっとその下着見せてもらってもいいですか。あ、うん、もちろんだよ。くんくん。ああ、ちょっとやめてよ、朝日くん。恥ずかしいじゃん。まだ履いてないけど。朝日氏、そういう趣味があったでござるか。違うよ。でも、この下着ちょっと預からせてもらえないですか。え？気になることがあって。いや、それは。兄者、朝日氏に預けてみてくれないでござるか。え？朝日氏は拙者の信用できる大親友でござる。その朝日氏が何か気になることがあるって言うなら預けて間違いないでござる。おう、分かった。ありがとうございます。できるだけ早く返しますんで。その日の夜。ただいま。おかえり。ねえマサトさん、あの下着は履いてくれてる？あ、いや、ごめん、まだなんだ。早く履いてよ。うん、それよりこれ。はい。え、下着？うん、お返しにと思って買ってきたんだ。ふーん、こいつの割にセンスいいじゃない。これ結構いい値段ね。きっとこれを履いてほしいんだけど。ええ、早速履いてくるわ。だからマサトさんも履いてね。わかった、履いてくる。マサトさん、履いてきたわよ。マサトさんも履いてくれた？ああ、じゃあ早速。何がおかしいの？何がおかしいって？あなたは一生できないわよ。一生できない？そう、私ね、絶対に取れない接着剤をそのパンツの中に塗ったの。だからあなたは一生そのパンツを脱げないってわけ。残念ね。なんでそんなことをしたんだ。なんでって、あんたとしたくないからに決まってるじゃない。私、あんたのお金だけが目当てだから。まあでもいいでしょ、私みたいな綺麗な奥さんをモテてるだけであんた幸せなんだから。本来なら私なんかとあなたは結婚できないのよ。そっか、本当に朝日くんが言った通りだったんだ。何言ってるの？残念だよ、リョウカさん。実は僕が履いてるパンツ、リョウカさんからもらったパンツじゃないんだ。はい？リョウカさんが履いてるパンツが僕がリョウカさんからもらったパンツなんだよ。弟の友達の朝日くんがあのパンツを女性用に変えてくれたんだ。嘘よね。本当だよ。脱げない？嘘でしょ、ふざけんじゃないわよ。何してくれてるの？脱げない、許さない。あんた絶対に許さないわ。ごめんね。謝って許すわけないでしょ。こうなったらあの人を呼んでやるんだから。あの人？今に見てなさい、あなた後悔することになるわよ。数分後。コウジ。おう、俺の女を一生できない体にしたってのはお前か。え、リョウカさん、この人は？私の彼よ。彼って浮気してたってこと？何言ってんの、コウジが本命よ。あなたはただの金づる ATM だったのよ。でももうこんな ATM いらないからコウジに処分してもらうの。コウジはね、牛鬼組の組員なんだから。いや、ヤクザ。
そうよ、私にこんなことをしたんだから、あなたには死んでもらうわ。コウジ、やっちゃって。ああ、ひー、兄さん、ヒロト、実は朝日と調べてみたら、兄者の奥さんヤクザと浮気してるってことが分かったんでござる。もしかしたらそいつが兄者に危害を加えに。って、ヒロト、もう来てる。そういうこと。こいつも拙者拙者言っててムカついてたし。コウジ、兄弟一緒に処分しちゃって。ああ、そうするか。やめて、ヒロトシとお兄さんに手を出さないで。なんだこいつ。ああ、こいつはマサトの弟の友達、ただのひょろがりオタクだから、こいつもまとめてやっちゃってよ。どこかで見たことあるような。ヒロトシ、お兄さん大丈夫？まだ何もやられてないでござる。でも命を奪うって言われてるんだ。朝日くん、ヒロトと一緒に逃げて。兄者、何言ってるんでござるか。元はといえば、僕が騙されてたのが悪いんだから、僕が犠牲になるよ。ダメでござる。というか逃げる必要なんてないでござるよ。何言ってるんだ、逃げないと三人とも。そうか、てめえは俺の大切なヒロトとヒロトの兄貴の命を奪おうとしてたのか。え、朝日くん、何よ急に。コウジ、こいつ調子に乗ってるからこいつからやっちゃって。どうしたのよコウジ、こんなやつすぐにやっつけられるでしょ。どこかで見たことあると思ったら、てめえうちの組員か。母さんには困ったもんだ。こんなただのチンピラをうちの組員にしちまうんだから。だからこんなことになるんだろうが。クソ、いやー、二代目お許しください。二代目のご友人だとは知らなかったんです。二代目な、何二代目って。なんでヤクザが朝日くんにビビってるの。兄者、朝日氏は牛鬼組二代目組長なんでござる。朝日くんが。そうなんですぞ。朝日氏は継ぎたくなかったようですが、継がないと朝日氏の母親が暴走するからと仕方なく継いだとのことです。そうだったんだ。牛鬼組の組長、嘘でしょ。涼花さん、このヤクザの方のビビり方から本物ってわかるでしょうに。ごめんなさい、ごめんなさい。許すわけねえだろうが。うちは仇に手を出すのはご法度。それなのにてめえは命を奪おうとまでしたんだぞ。コウジ、よく見なさい、こんなにヒョロヒョロなのよ。あんたの方がガタイがいいんだから負けないって。こいつの命も奪っちゃえばいいでしょ。確かに初代組長は強かったって噂を聞いてるが、二代目が強いって話は聞かない。おもちゃメーカーに勤める会社員って聞くし、俺勝てる？そうよ、勝てるわ。そして牛鬼組三代目になっちゃいなさいよ。牛鬼組三代目か、いい響きだ。よし、一丁やってやるか。覚悟しろ二代目。俺とやるっていうのか。大変だよヒロト、朝日くんがやられちゃう。だから大丈夫でござるって。むしろ心配するのは。うりゃあ、いっけー、どりゃあ。数分後、ぐはぐは、あべし、まだまだ、もうやめて、死んじゃう、死んじゃうから。ほら、心配するのはこっちのヤクザだったんでござるよ。朝日氏、ヒョロヒョロに見えるが脱いだらすごいんですぞ。冷やせするタイプなんです。ちなみに拙者も脱いだら。そんなくだらないこと言ってる場合じゃないって。このままじゃ本当にあの人を死んじゃう。ああそうでしたな、拙者としたことが。朝日氏、もうやめるでござる。ほら、ミクタのフィギュアを持って落ち着くでござるよ。あれ、僕何してたんだろう。あれれ、
なんでうちの組員がボコボコに？まあ後で説明するでござる。あ、うん。その後あのヤクザは牛鬼組を破門になり、ヤクザと涼花さんは朝日氏に言われ、兄者に1億円ずつ慰謝料を払うことになり、牛鬼組の経営する闇金から1億ずつ借りることになったようです。ヤクザと涼花さんは毎日のように取り立てをされ、ノイローゼになってるとか。まあ自業自得でしかないですな。そして兄者はもちろん涼花さんと離婚しました。ヒロト、いろいろありがとう。礼には及びませぬぞ。あのさヒロト、こんなこと言うのはあれかもなんだけど、朝日くんと付き合うのはやめた方がいいんじゃないかな。なんですと？今回助けてもらえたのはとっても感謝してるけど、朝日くんヤクザの組長なんだよね。そんな人と付き合うのは心配で。兄じゃ、ヤクザの組長だろうがなんだろうが、朝日氏は朝日氏、拙者の大切な友人でござる。付き合いをやめるなんてことはないでござるよ。兄じゃがどんなことになろうと、兄弟であることをやめないように、拙者は朝日氏の親友であり続けますぞ。そっか、そうだよね。ごめん、僕が間違ってたよ。朝日くんは組長でもとても優しい子だもんね。ヒロトの大切な友達を悪く言って本当にごめん。分かってもらえたらいいでござるよ。そうだ、そろそろ朝日氏が来るはず。いいものを持ってきてくれると言ってたので、ぜひ兄者も見てくだされ。うん。ヒロト氏、これあげる。新しい肉弾フィギュアの洋服を作ってみたんだ。これは5周年記念ライブの洋服。完璧完璧だよ、細かいところまで一緒。うわー、感動して涙が出てきた。拙者もでござる。喜んでもらえてよかった。朝日氏、これからもどんなことがあっても拙者は朝日氏の味方でござるからな。急に何？でも僕もだよヒロト氏。ヒロト、いい友達を持ったね。